道郷地福男さん、当時16歳。広島に原爆が落とされた6日後、昭和20年8月12日、当時勤めていた呉の海軍工廠から公用で実家のある現在の安芸太田町に向かう途中、慕っていたおじさんの安否を尋ねて段原東浦町に立ち寄り、入死被爆しました。道郷地さんは原爆が投下される前日におじさんの家に泊まり、8月6日はそこから呉の職場に出かけました。おじさんは建物疎開作業に出て亡くなりました。二度と同じ過ちがあってはならない、次は地球がなくなってしまうと嘆き語ります。8月6日に呉に着いて、それから工場へ入っていこう思ったらピカッと光ったんですね。あれ？おかしいの思っておったら、その当時ね、呉の設計ですけど、女の子が、女学校の女の子がよく聞き取ったんですよ。それがようあしらめたのは子供をかもむんですの。かもめて、それから「はあ、この鏡でピカ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 ッとやったで」と思って、それで入っていったんですね、工場へ。それからしたら、しばらくして広島のガスタンクがもうやられたというのが第一報だったんですね。うん、そうするうちにアメリカが今度は新しい爆弾でマグネシウムを使用した新しい爆弾を落としたんだというのが2方面だったです。で、昼過ぎになんか落下祭で爆弾を何して落としたんだというのが最後だったですね。それからだんだんして今のように原子爆弾いうのは、まあ、だいぶ後の方だったんですが、そうしていくうちに12日の日に広島へ、じゃない田舎へ帰ることになったんです。6日の朝後にしたおじの家は燃えており、可愛がってくれたおじは建物疎開に出て帰らぬ人となっていました。それはすごかったですね。びっくりしましたよ。あの当時各家庭の前に何が防火用水が入れてあったんですけどね、それ向けてみんな頭を突っ込んで、5、6人ぐらいずつ頭を突っ込んで足は上へ向けとるかい、お尻の方を上へ向けとるかい、見たもんじゃなかったですよ。全くこの世の地獄じゃの思って子供ながらに思いましたよ。そりゃまあこれどうなっとるんかな思ってびっくりしましたね。これでようやく梅林まで帰って、梅林に私が養子に行った家のおじさんの家ですが、それとそれのまあ友達でしょう、あそこで山仕事をしよったんです。山の木をそこに山小屋があるので泊めてもらって隔離に帰ったんですけどね。で15日にまあ一応に出張の何を行けれますけね。で、これはまず帰らねえけん思って帰ったんです。ほいで帰ってみりゃ
当時御所出るまでは軍国費用表紙 の書類をどん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 焼き寄るんですよ。帰ってみたらおかしいのと思ったら、よう後から聞いたらそれが戦艦大和の図面だったんですね。ほいでしてしばらくしてからに、はあこれはまこと負けたんだろうと思って思い出しましたね。そうこうしよるうちに青年の将校が、何だ戦争には絶対負けちゃおらんのだっけ、あれはみんなの言うことで負けちゃおらん言ってからに放送あれ言うて歩くんですよ。会社行くというのと思うてから思うて聞いとったんだが、18日の晩に交渉長が場内放送、場内放送をしたんです。若い君たちは直ちに帰ってくれ、若い君たちがおると暴動の起こる恐れがあるけ、すぐ帰れという場内放送がありましたよ。なんとそれまでは男の子は並べといて戦車で塗りつぶす、女子はアメリカ兵のみんな2号だいう噂ばっかりですけ、これ向けて帰れるんで、いや喜びさんで19日の日に帰って田舎へ帰ったんです。で田舎の者もびっくりしてからに、よう戻ってきたのを言うて迎えてくれました。あんまり原爆の話をせなんだですね当時は。それからどうもこう話を聞いてみるのに、俺今度は結婚の妨げになるとかね、言うてからには私らもああいう話しようだったですけど、はい。ということはあんまり原爆にあったことは、はいはい、あるいは入試被爆されていることも言わずに、はい、ずっと過ごしましたよね。ご結婚の時なんかはどういうことされましたか。結婚、はい、それを明かしてずっと余っておりました。まあ、知っとりますわ、同じところの人間と結婚したんですけど、だからみんなそれだけの恐ろしいとはとこまでは知らぬでしょうね、はい、別に何で支障はなかったですから。広島市から30キロ北西にある安芸太田町、山深いこの地で道後内さんは国のために役立ちたいと考えていました。あの当時は兵隊に行くか軍事工場へ行くのがもうあれだったですけど、私は目が悪いけど軍人にはなれんから軍事工場を志願したんです。それで呉の海軍工場を志願して行きました。それでは全然ダメだって言ったし、あれから今度家があんまり裕福になるだけ学校へは出してはもらえんしね、よしこりゃこれの校舎行ったらいいぐらい見習い校に通ったらね、あれをこう登っていきゃあいつけね、見習い校普通か義弟養成所いうのこうあるんですけどね、最終的には義士になるのがあれですけどね、これを目指して自分であれを行きました。地元の町会議員や議長も務めた道後内さん、安芸太田町の原爆被害者の会の会長として証言活動に力を入れています。どうしても私らがこう
この悲惨なることを語り継いで後世に残さないといけんのじゃないかな思ってね考えようなんですかね。まあとにかく二度とこういうことがあっちゃいけん思いますよね。あれだけのあれでね。一発の弾でからにもう今度はひどいですけどね。まだまだ、うん、今のようなことじゃない。実況がなくなりますよ、うん、嘆かわしいことですよ。この二世の人にそう今の悲惨なることを継承して言って最終的には世界平和を訴えるようなしていかにはいけんと思いますよね。これが我々の仕事じゃないか思っておりますよ。